切ります。きた。そして持ち上げての回しの、はい、どうもターボンです。ファーミングシミュレーター19続きをやっていきたいと思います。今回はですね、この後ろの、木をね伐採して、売りさばこうと思います。ここのね木なんですが、ちょっとね試しに以前にね植えたものです、自分でね。で、まあなんかね成長がまちまちで、このね真ん中のこの奥の2本だけがね大きくなって、その他はなんかもうねこれ以上大きくならないんですよね、いくら置いといてもね。なので、今回ね伐採して売りさばいちゃおうと思います。というわけで、機械もね今もうレンタルしてありますので、それをね取りに行きたいと思います。作業機械の方はこちらの2つをね2台を借りました。手前のこれが切ってもう枝払ったりできるね機械です。林業用のねスコーピオンキングっていうね機械ですね、これと、あとはこちらのねオートローダー付きだったと思うんですが、こちらのトレーラーをね林業用の木材用のトレーラーを借りました。それではね早速持って行って木をね伐採したいと思います。よいしょ、まずはトレーラーをつけます。とりあえずフォロミーでついてきてもらいます。こいつにねよろしくお願いします。では行きましょう。うー、すげえ、なんか、まあ以前にもね使ったことありますけどね。でまっすぐ進んで、よいしょ、これさ下に下げてウィーッと下げるでしょ、そしてまた外で。これで出ない、切るって出るよね。これでさ、ちょっと待って、下げたいんだよ、もうちょっと。出ない、出る出る。こうね、切ります。いくぜ。切った。そして、アームをこっちに向けて、これで何をするんだっけ、ちょっと待ってよ。これで、X もう一回押せばいいのか。いた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 。あ、8メーター。ギリ8あるな。ギリ8あるな、こいつ。ギリ8あるぞ、この短いのも。いいね。オートローダーを機能してるか、ちょっと見たい。向きが、こっち？レフトではないから、O だね。これにしてこれでちょっと待ってよ、くるっと回ってくれば積むかな。木のとこに持っていけば、おお、うっそ、何今のすげえことなったな。ここでしょ、木を持ってきて、これ多分下ろしポジションなんだよね。でこれを積んだ。あ、いったいった、 B 押したら行きましたね、積みましたね、いいですね、これね、こういう感じだ、なるほど。だここにちょっと置いといて、ここにポンと置けばね、置くようにしとけばいいんだよね。よし、 OK、 ここに置いとこう。2本だぜ、こんなのさ全部切ったらさ、この機械借りるのにさ2万以上レンタル費用がかかってんだけど、この木全部ってさ2万以上なるのかな、3万ぐらい金かかってんだよねいいのこれで、まあいっか、試しに入れたやつ。あ、こいつだ、次長いやつですよ、次長いやつ。
ほら、長いでしょ、木がね、でかい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 。うふふ、長い。切れるのこれ、切れ元から。太すぎる、ここだと。ここか、ここだね。この辺だね、いっちゃえ、バン。切れた。うお、でっけえよ、でっけえよ。よし、ここ。なんか嫌な予感するな。もういいや、もう。あ、いけ。いかん、いかん。絶対ガラス割れてるでしょ。お、すごいすごいすごい。いいでしょ、これだけ取れる。この高さでいいかな。もうちょい下、もうちょい下。根元までいける？いけますー。いけるよ。よし、ここで切ろう。切ります。切った。そして持ち上げての回しの切りの。すげえなんかこういうのでもいいか。よし、オッケー、次行きます。これで根元まで下げて、ここかな、ここで切る。はい、切った。そしてあ、ちょっと長すぎたかな、もうちょっと短くてもよかったかな。まあいいや。はい、はい、これで一応木を切るのは終了です。終了。返そう返そう返そう。いや、絶対赤字のような気がしてきた。これね、これ返します。返却。こんなでっけえのいらなかったな。よいしょ、これでほいっとして詰めます。あれ、詰めねえな。あ、詰めた、詰めたね、詰んだね。ん、詰まさった、詰まさったね。よし、これで全部かな、済まされましたね。したらピンと、いいですね、これでね、テンションかけました。それでは、よいしょ、持っていきたいと思います。行くぞ、製材所に。向こうだよね、あの山の上です。向こう側の、ね、上にあります。よし、したら下ろします。 L で外して、これでオートローダー、どれで下ろせばいいのかな。B、 これで下ろす場合ってどうするんだろう。何か教えたら降りるかな。違うな。 Z、 あれ、何これ、これでいいのか。降りたぞ降りたぞ。これで降りて、こういって下ろしたから、これでここで R を押し、あ、違った、もう一回なんか、ここで R 押します。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、ちょっと待って、すっげえ安いんだけど。お前、機械借りるのに全部で3万ぐらい払ってんだぜまあいいや、ちょっとこれオートローダー、そしてこれで Z、 はい、ドリル。いや、これはちょっとやばかったな。もう
めっちゃ赤字なんだけど、どうしよう。よし、いいよ、もう返そう、返そう、機械を返そう。金かかる。これね、返します。ちょっと待ってよ。レンタル費用で23,000かかりましたね。で、木材、売却した木材が、これ、5,400だから、もう完璧に18,000ぐらい損しました。最悪。何やってんの？悲しい。よし、戻ろう。そうだ、あれだ、根っこの処理もしないと。マジか、1万ぐらいになるかなと思ったけど、ならなかった。はい、そしたらですね、戻ってきました。あとはあれですね、根っこの処理をします。根っこをね、粉砕して消し去りたいと思います。どうしようかな、何につけよう。フロントにつけたいな。あ、そっか、こないだ購入したウニモグにね、ちょっとつけていきたいなと思います。ウニモグくんね、こいつです。根っこ処理器は一応ね、以前買ったやつね、売らないでそのまま取ってあるんで、こいつを使っていきたいと思います。これね、これが根っこ処理器です。これね、これをフロントにつけて使いたいと思います。つくね、 FSI-ST65T ってやつですね。 FSI っていうのがメーカーの名前かな。あー、うっそ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 でしょ。うーしたら、ウェイトどっかにあったよね。ウェイトでも3トンのやつしかないのかな。このウェイトでもバランス取れるかな、こいつ。これ1トンぐらいあったと思うんだけどな、こいつね。どう？お、大丈夫ですね。もう浮きませんね。これでいいや。ちょうどバンパーみたいでいいや。根っこ処理をします。変なの、こんな感じだよ、中から見たら。降りてみますか。こういう感じ、機械はね、この刃の部分が回ります。どうなってるんでしょうかね。またチェーンソーとはまたちょっと違うんですね。うん、まあいいや、やっていこう。あ、そっか、回してみれば、ま、うん、あれ、これで回るのかな。ちょっと待ってよ。あ、回ってますね、刃が。ほら、なんかザグリってよくあの木をね、掘ったりするんだけど、作業のこと確かザグリだかって言うんだけど、それをなんかでっかくしたような感じの機械ですね。ハンドグラインダーにね、つけて使う、なんか、ザグリバーだかなんだかって、ザグリじゃなかったかな、なんか言葉違ったかな。まあいい。これで、ちょっと待って。あ、こう。ほら、消えた、イエーイ、消えた。次これ。おっと、ない。消えた、何もしてないのに。おい、そんなはあれなのか、アバウトなのか。え、なんかすげえアバウトというか、当たり判定が難しいね。あ、ちょ、消えた。なんだ。なんだ、よくわかんねえぞ、当たり判定が。
消えた。なんかよくわかんねえな、やっぱり。判定が、当たり判定がね。よし、たら終了しましたね。じゃあ戻りましょう。よいしょ。よし、したらですね、今回は、林業ということでね、ちょっと試しに植えた木をですね、10本ちょっと、12本くらいかな、を切ってですね、それを、売りに行きました。ただね、機械のレンタルだけで、一応2万5千ぐらいかな、だったかな、取られて、売却価格が5000ぐらいなんで、まあ2万ぐらいですね、損しました。厳密には1万9000ぐらいかな。うん。ってことは、まあ儲けを出すには、まあ軽くね、5倍ぐらいね、今日作った5倍ぐらいは作らないと、元は取れないということですね。結構大変ですね、林業もね。でも、なんかうまく作ればすごい収益になるっていうのはなんとなく分かりましたね。林業やると儲かるってね、結構動画なんか出てますからね。はい、というわけで、まあそんな感じで今回はちょっとね、軽く林業をする回でした。ということでこの辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてね、次回もまた見に来てください。さらにですね、コメントの方でなんかわからないこととかね、聞いてみたいこととか、あとは普通のコメントとかもね、書いていただけるとですね、今後のね、動画制作の励みにもなりますんでね。あと、まあ、質問とかはね、動画内でもね、答えていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。といったところで終わっていきたいと思います。それでは、またです。